どうも、本田だよ。今日はですね、見てください、この通り無印良品に行ってきました。今ちょうどですね、10月25日から10月の末まで無印良品週間っていうのをやっていて、その期間はメンバーになっていると一部のものを除いて 10% オフになるっていうのをね、教えてもらったので初めて行ってきました。今日はね、買ったものを紹介していきます。今回このね、割引っていうか 10% オフになるので、初めてね、会員登録をしてみました。なんかね、メールと電話番号と名前とみたいな感じで、普通のポイントカードみたいな感じでね、登録してみました。それだけでね、割引になるのでおすすめ。早速開けよう。何を買ってきたかというとね、収納用品を買ってきました。じゃじゃーん、こんな感じのボックスを買ってきました。このファイルボックスっていうのを買ってきました。大きさが幅25センチ、奥行き32センチ、高さ24センチのものです。無印良品はね、全部税込みみたいで、この値段はね、990円でした。こっちもね、同じのが入ってる。じゃん、こっちも一緒、2個ね、同じ大きさのを買いました。こう中身が見えないタイプで、 iPhone 入れてみようか。 iPhone7 入れるとね、これくらいの感じで、結構ね、大きい入れ物になってます。まあ、取っ手がついてて普通のボックスっぽいんですけど、実はですね、じゃん、2つ目の買い物、これはね、ポリプロピレンファイルボックス用キャスターも付けられる蓋、これの専用の蓋を購入しました。この幅感のやつの専用のやつです。これの値段は税込みで490円でした。これを1つ2つ3つ、合計3つ購入しました。で、ラスト購入したのが同じく専用のキャスターです。このお値段は390円でした。実はですね、もうね、結構ね、想像ついてると思うんですけど、これとこの蓋でね、組み立ててこう家具にできるんですよ。なので、これはこれからちょっと組み立てていくところもお見せしたいと思います。で、今回購入したものは全て今回の割引に入っていたので、全部 10% 引きになります。今回のお買い物合計で3456円でした。で、本来の価格から384円引かれていました。いいね。ちょっとね、3000円、5000円、1万円くらいのお買い物するとね、 10% がね、結構強く出てきますね。この習慣に買ってよかったなって思います。早速組み立てていきます。まずはこのシールを剥がす。無印の製品ってなんか慎重に剥がせば綺麗に剥がれるって聞いたことある。よし、ここからが勝負の時。この蓋の後ろがね、こういう感じになっていて、ここにこのキャスターをつけれるようになってます。結構簡単そう。ここに刺すだけかな。お、あ、ちょっと力いるけどね、すぐできる、うん、グッて刺すだけは。こんな感じ。これにちょっとね、不安定な場所なんですが、ここに置いて、この上にさっきのボックスがフィット、めっちゃフィットしてます。ここ、この引っかかりがね、1センチ弱くらいあるので、すぐね、カタンってなっちゃうとかもあんまなさそうな感じで。こっちもね、全く同じキャスターもつけれる蓋をはまる。で、2段目。おー、すごい。おー、いいじゃないか。あっという間に完成しました。すごい嬉しい。なんかこういう家具というか、家具ってほど大きくはないけど、ずっと欲しかったから。で、最近こうお洋服買うことは多かったけど、こういうの買ってなかったから、めっちゃ嬉しい。何を入れようかな。はい、一旦ね、2つのボックスにこんな感じに入れてみました。形が決まってないようなものをね、たくさん入れてみました。こういうちょっとハロウィングッズだったりとか、あとチェッキーですね、チェッキーカメラとか、これは浴衣の時のカバンですね。こういうなんか、どこにしまったらいいのってちょっと迷っちゃうようなものをちょっと一旦入れてみました。で、こっちは、こっちも同じで、金庫と、なぜ金庫があるんだ、金庫とエクスペリアと、なんかこれはストックのティッシュですね。割と大きめなケースなので、結構融通が効くというか、ちょっと大きめなものでも入るので、こういう感じに今回は入れてみました。またきっとね、ちょっと入れ替えたりもあると思うので、その時はまた動画にしようと思います。ほ
これはね、いろんなところで使えるかなと思います。すごいいい買い物したこれはいい。結構これはプラスチックだけどすごくしっかりしているので強そうだし、も結構持ちそうです。で、これで全部で3456円なので、すごく安いかなと思います。無印は作りがしっかりしてるとこがいいよね。わかる。はい、というわけで今回は無印良品週間で購入したものを紹介しました。食べ物とか一部除外のものもあるんですけど、今の期間だと3日だったかな、期間限定で有名な、ね、バターチキンカレーが安くなってたりもしたので、ぜひね、無印良品この機会に寄ってみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。